ございます。今日はね、用事で駆けずり回ってますね。午前中早起きして、それで牛丼じゃないな、納豆朝食をいただいてね、それでまあご用事を済ませてますよ。まあスーパー頑張ればなんとかね、午前中に終わるかもしれない。そしたらね、走ろうと思うんですけど、今日はね睡眠不足なんですよ。元気がないんですよね。ちょっとミルクティーでもいただこうかな。そのぐらいしかね、ちょっと摂取する元気がありません。もうアイスなんて食ってる場合じゃないんですけどね。まあ用事済ませて走ろうと思いますよ。ただね、今日ね睡眠不足なんだよな。もう溶けちゃうから食いますね。睡眠時間がね、多分リアルに考えると1時間15分ぐらいですね。もう眠い時に走るとどうなるのか、ちょっと今日実験してみようかなと思います。なんか日本縦断とかしてる人、本州縦断マラソンとかに挑戦してる人って寝てないんですよ、ほとんど。なんかブログみたいなやつとか見ると、1日なんか2時間とかしか寝ない日が多いみたいに書いてあるんで、いや俺無理なんだよな、それ。いっぱい寝ないとマジ走れなくなるんで、まあそんな私がね、その寝ぼすけさんの私がね、今日ほとんど睡眠時間を取らずに走ったらどうなるか実験だ。1ポイントってこれ当たりってことかな。はい、奇跡的に用事、もう結構早めに終わりました。午前中11時前に終わりました。普段からこんだけ早くね仕事してくれれば助かるんですけどね。じゃあね、ここ今諏訪湖ヨットオーバーです。こっからね諏訪湖ぐるぐる走りたいと思いますよ。今ね青空がすげえ綺麗だな。今日ね雨が降る予定なんですよ。雨降らなそうだけど、どうなんだろうね。もう午後の1時頃からもうだんだんに雨が強くなってくっていう予報ですね。雷マークだったんで、なんでね、今日はいつも通りジップロックに2000円入れてスタートしたいと思いますよ。スキヤの割引券もあるけど、諏訪湖の周辺にスキヤはない。行ってきます。はい、走ってます。眠い。そして美しい諏訪湖。まあ、今日はね諏訪湖ぐるぐる走りたいんですけど、多分今日はマックスでも3周ですね。結局ねトイレに寄ったんで、スタートが12時過ぎになっちゃいました。なんでまあどんなに早くてもね、まあ7時とかぐらいまでかかると思いますね、3周したら。まあ疲れたら2周でやめようと思います。コーヒー、まあ、諏訪湖ぶっちゃけ2周ぐらいするとすげえ飽きるからな。楽しんで走ろうと思いますよ。のどかだ、めちゃめちゃのどかですよ。ちょっと暑いけどね、すごい景色がいいしね、すごい走ってて気持ちいいな。やっぱり諏訪湖は最高です。皆さんはちょっと質問なんですけど、睡眠不足で走ったこととかってありますか？私はね、あの遠足の前の日眠れない症候群の持ち主なんで、マラソン大会の前の日とかね結構眠れなかったりしますね。なんでドリエルとか寝るのだに頼ったりするんですけど、で今日は思いっきり走るぞっていう日に、あの寝不足に陥るとね、もう適面ポテンシャルがね低下してるんですよね。全然スピードが出ないし、スタミナがね持たない。なんで睡眠は私にとってかなり大事ですね。なんで寝ないでねガンガン走る人がすげえなと思うんですけど、どうなんだろうな、それもセンスなのかもしれないね。私はね物を食べた後すぐ走るっていうのは結構得意ですけど、同じように睡眠があまり必要じゃなくてね走れる人っていうのもいるのかもしれない。ただ今日はモリモリ走るわけじゃなくてゆったり走るんでね、まあ1時間ちょいしか寝てないですが、ゆったり長い距離走れるかちょっとね実験です。ちょっとさ、俺的に結構違和感があるんだけど、川をきれいにしましょう。いやそれはいいんだけどさ、一級河川諏訪湖ってクラス A リバーってあるじゃん。これ川なんか、定義上川なんかって感じだよね。みんな知ってた？誰もいない、チャンスだ、レポートのチャンスだ。ここね足湯、新しいスポットですね。昔はありませんでした。可愛いぬいぐるみさんたちがいるな。でもこれは多分あれだ、ちょっと著作権的にあれのやつだから、ちょっとあまり映さないようにしよう。あれ、なんか普通に荷物置いてある、誰かいんのかな。そう
ここ新しい足湯ですんで、ぜひね楽しんでください。他にもね、最近できた新しい公園とかがあるんで、ちょっとそこまで走ろっかな。ラッキー、ここも今人が少ないからちょっとご紹介できますが、ここはね赤砂崎公園といって新しくできたばっかりの公園ですね。ここら辺ね、昔はちょっと走りづらかったんですけど、ここの公園が整備されたから随分走りやすくなりましたね。夜とかね、ここ怖かったんですよ。道が狭いし、ちょっとね狭い道を車が通ってるところを避けながらね走る必要があったんで、このニュースポットの公園、ぜひねお近くの方は楽しんでください。もうすぐね、前回の24時間諏訪湖周回チャレンジで私がリタイアするきっかけとなった温泉にねたどり着きます。ランニング中に温泉に浸かるのはやめておきましょう。走れなくなってしまいます。さてね、諏訪湖の周辺はねそんなね感じで、さっきの足湯とか新しい公園とかね、そんな感じでどんどんね新しい開発が進んでいます。他にもあって、例えばこういうランニングロードの他に自転車の走る道をね分けて作ってくださってて、安全のためにねそういう風なね配慮もしてくださってますね。なのでぜひね、私たちランナーもねそういう配慮をしてくださってるんで、綺麗にねこの道をぜひ使わせていただきたいと思いますね。結構ねボランティアの方がね清掃とかも行ってますね。なので諏訪湖はねどんどん綺麗になっていってると思います。そのボランティアもね、昔はね諏訪湖は本当に泳ぐことなんて絶対できない湖って言われてるぐらい汚い時期があったんですよ。今はそれに比べるとね本当に綺麗になってきたと思います。泳げる場所もあるってね言われてますんで、やっぱりそういうボランティアの方たちはねすごいと思いますね。自らの意思で、ね、何の対価もないのにそうやって綺麗にされてるわけですから、私もね本当申し訳ないんですけど参加したことがないんで、時間が合うタイミングがあればねぜひ参加させていただきたいと思います。元カノの友達がなんか主催者らしいんですよね。結局ねコンタクトがないままその元カノとは終焉を迎えてしまったんで、ちょっと残念でしたけど、恋って儚いですね。今ねガラスの里っていうところはね過ぎたんですけど、鳥さんたちごめんなさいね、ちょっと変な人が大きい声出すもんで。そうで、今は10キロぐらい過ぎたところかな、13キロですね。あと3キロでヨットハーバーぐらいのところなんで、ちょっと今日はスタートヨットハーバーにしちゃったから距離が分かりづらいな。でもう2時間経っちゃったんですよ。13キロ2時間でしょ。走り始めなのに平均時速が 6.5 キロなんですよね。これはもうね体調が悪いと言わざるを得ない。体調が悪いっていうか、まあ元気がないですね。まあ睡眠不足が原因でしょう。やっぱねいたずらにこういうことをするべきではないなと思いましたね。思い知りましたね。まあ今日は実験的なところなんでね、まあしょうがない。やはり私は少なくとも睡眠不足で走るのはダメですね。体を壊してしまうでしょう。ピーポーが来た。ちょっと待つか。諏訪湖沿いにはね諏訪赤十字病院という素晴らしい病院があります。私もね何度かお世話になったことありますが、あそこはねいきなり行っても見てもらえないんですよ。紹介状がないとね。そういうちょっと敷居の高い素晴らしい病院ですね。まあそんなことはいいんですけど、そうまあね体調が悪い時ってまあいろんなね原因があると思うんですよね。なんでまあランニングもそうだしダイエットとかもそうですけど、うまくいかない時って一個に原因を絞ろうとするのはねちょっとねナンセンスなのかなと思いますね。複合的な要因があると思いますんで、例えばランニングで考えると私はいつも3つの観点で考えますね。精神力、筋力、体力ですね。精神力はね私あんまり尽きないんですよね。その3つのうちどれかが尽きちゃうと走れなくなると思ってるんですけど、例えば精神力が尽きる場面っていうとどういう場面かっていうと、まあ今日みたいな場面ですね。
普段の往復するコースだったら精神力ほぼほぼ尽きないんですよ。なぜかというと16キロ走るじゃないですか。そうすると往復するしかないんで戻ってくるしかないんですよ。なんで疲れてようが暑かろうが走って戻ってくるんです。ノーオプションなんですよ。選択肢がないんでいいんですけど、これ諏訪湖みたいな周回コースだと16キロ一周終わるたびに頭に選択肢がちらつくんですよね。むしろ一周で一回じゃない、疲れたとか暑いとか辛いなって思うたびに一周でこの周で終えちゃおうかっていう、それがねちらつくんですよ。その思いがね精神力を削っていきます。また体力的なところで言えば今日みたいな睡眠不足であるとか、あとは食事ですね、カロリーが足りてないだとかあると思います。あとは筋力は結局その自分の耐えられる負荷を超えた運動をしてしまったり、長時間の運動をしたりすると筋力に限界がきますね。この3つの要素ですね、力を使い切らないようにうまくコントロールしながらバランス見て走らなきゃいけないと思いますね。今日は体力と精神力に問題あり。おい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 、龍の巣じゃん。ラピュータだよこれ絶対。でかっ。はい、ヨットハーバーナウナウです。一周終わりました。今ね2時間20分弱かかってますね。これは諏訪湖をぐるぐる周回した時に3周目ぐらいのペースですね。非常にやばいですね。疲れました。でもねここで終えちゃうと16キロなんで、まあね最低でもあと1周をするぞ、うん、どんぐらいペースが落ちるかそれも楽しみでもありますね、うん、まあワンチャン3周走りたいけどねわかんない。2周とりあえず走って決めたいと思います。ちょっとふと思い出したんで言うけど、ここね諏訪湖マラソンの直前にワイナイナ選手がアップしてたんですよね。ここでハイタッチできてめちゃめちゃ嬉しかった。すげえ優しい人だったよ。グッモーニングって言ったらね、ありがとねーよろしくねーって返してくれた。マジで可愛い人でした。 あの人のことを思い出すと頑張れそう。頑張ろう。はい、走ってますよ今ね。1周と3分の1ぐらいですね。ってことはまだハーフマラソンぐらいの距離しか走ってないんですよね。いや今日はね疲れた。景色目に焼き付けとこう。というのもね今日はもう無理だ。2周終わったらねもう終わりにしようと思います。綺麗だな本当の諏訪湖っていうのは。うん、諏訪湖は1周32キロとか40キロだったらよかったのに。そしたら1周終わるまで諦められないじゃないですかね。琵琶湖って1周何キロなんだろう。うん、滋賀に住もうかな。あと半周ぐらい頑張るけどさ、めっちゃ雨降ってきた。晴れっぽいのにねすっげえ降ってきた。見える？見えないよね。すげえ降ってきたんだよ雨。はい、30キロぐらい走りましたね。とりあえず雨はね止みました。あと一歩でゲリラぐらいのね結構強い雨だったんで、あと一歩でもうコンビニに避難しようかなと思いましたね。もうね今ね天気がやべえ。もうスーパーゴロピカドンだよ。サンリオのキャラ知ってます？ゴロピカドン。世代を感じるわ。やばいやばい、もう稲光がすごいんでね、スーパーダッシュで諏訪湖ヨットハーバーに帰って、そしてラーメン食いに行こうと思います。やばいやばいやばい、大粒のゲリラ来た。あと1キロ弱あるのに。いや逆にこれは神様からの、ランニングの神様からのプレゼントですね。ラスト1キロ気を抜くな、スパートをかけろという、寝不足でね疲れて30キロ走った私へのプレゼントですね。ダッシュで答えてやるよ。粋なプレゼントだぜランニングの神様。はい、みんなただいま。びっちょっちょだよ。まあ映してもわかんねえか。びっちょっちょです。はい、まあねゴロピカドンですよ。外は
すっげえ降ってる。もうゲリラだねこれ。夕立です完全に。俺と一緒に走ってた人たちはね、今苦労してんだろうな。お疲れ様です。でもねこれはねもうほんと寝不足の中頑張って走ったお礼の祝福の雨にしか感じない。本当におめでとうって。そしてね最後までね逆に雨を待ってくれたと思うんですよね、ランニングの神様が。センキューランニングの神様。例えば降らそうと思えば1時ぐらいからさ雨降らせたと思うんですよね。実際1時ぐらいから雨降る予報だったし、私のスマホの天気予報はね。でもね今もう5時ちょっと前ですよ。ここまで雨降らすの我慢してくれたね、空ありがとう。まあ途中ちょっと降ったけどね結構。ありがてえな。もう全てが俺に味方してる感じですね今日は。やっぱね、まあ寝不足の時に走るって今日やってみたんですけど、まあやめた方がいいね。やっぱね元気がなかった、すげえ。なんで時間すげえかかったと思う。俺何時から走り始めたの？え？下手したら諏訪湖2周で6時間ぐらいかかってんじゃないの？ちょっとまたタッタのコーナーでやります。まあね、ただねやっぱね時間かけて走ってると眠くはなくなってきた。なんか慣れちゃった。なんか苦しかったけど、まあ走れなくはないですね。その青森からその下関まで走るフットレースやってる人たちはまあこういう感覚なのかなと思いましたね。やっぱねでもその期限が区切られてるから頑張れるけど、こういうの訓練とかでやると、まあもしねそういうレースにチャレンジする前提があるなら寝不足の状態で走るっていう訓練も必要だと思うけど、俺的にはやっぱないな。元気な状態で走りたいから、うん。例えばねいつか日本縦断にチャレンジする時も睡眠だけはねすごく大事にしたいですね。しっかり寝てしっかり走る歩くってことをしたいんで、うん。まあねでもねいい経験になりました今日。さて頑張って走ったからこの後はめちゃめちゃ美味しいつけ麺をねいただきたいと思います。皆さんつけ麺好きですか？お前昨日ラーメン食べたんじゃねえかよって思いますけど、ラーメンとつけ麺は全く違いますからね。今日はつけ麺です。めちゃめちゃ美味しいつけ麺いただきに行きます。エビつけ麺ですよ。はい、では反省会いきたいと思います。21日目走ったのは32キロぴったりです。諏訪湖1周はね16キロぴったりですんで、それを2周走りました。これで結果のトータルは 674.9km です。ペースに換算すると 996.3km ですね。まあ今日もね32キロしか走ってないんで月間ペースの上乗せとはいかないですね。まあ32キロだと平均いってないんで、最低でも 32.3 キロ走らないと上乗せになりません。さて今日はね寝不足で走ったんで、ぶっちゃけね辛かったですね。ここでちょっと質問したいんですけど、ここまで見てくださってるランニングボーイランニングガールの皆さん、また他のスポーツでもいいんですけど、睡眠不足の時ってどうですか？私の場合はね、てきめんポテンシャルが落ちるんですよ。ランニングもそうだし、野球をやってる時もそうでしたね。うまく眠れない時、例えば土曜日遅くまでねみんな友達とかと遊んで、それで日曜日の朝早く試合やるっていう時ね、全然元気出ないんですよね。まあいつも打てないですけど、ヒットが出なかったり盗塁する時もあまり元気出なかったりね、うん、そういうことがありましたね。皆さんの睡眠不足の時の元気の出具合、スポーツの調子をねぜひねコメント欄にお願いします。それじゃあタッタのコーナーゴー。はい、タッタのコーナーなんですけど、今日は32キロジャスト4時間45分ぐらいで走りました。ペースに換算すると 6.7 キロペースですね、1時間あたり。うん、これはねまあめちゃめちゃとんでもなく遅いわけじゃないけど、まあ普通に結構遅いぐらいのペースでしたね。さてここで一つの点に注目していただきたいんですけれども、累積標高です。
どうですか、アップダウンが普段より圧倒的に少ないということでね、やはり諏訪湖はアップダウンがなくてめちゃめちゃ走りやすいコースだと言えます。ぜひね、ランニング走りたいなーって思ってる方はぜひ諏訪湖に行ってみてください。まあ逆に言うと、アップダウンがなさすぎることによって訓練の質としては落ちてしまうかもしれません。山道をね、登ったり下ったりしてる方が当然ね、訓練としては自分のためになりますんで、まあね、皆さん自分の体力と体調に合わせてね、コースをセッティングしていただければいいかなと思います。それでは楽しいランニングライフを今日は終わり。